ニコラス・アレン・マセットは、アメリカ合衆国、フロリダ州セント・ピーターズバーグ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、ワシントン・ラショナルズ参加に所属。2000年の MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから8巡目で指名され入団し、2006年6月27日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦でメジャーデビュー。 2006年12月23日にトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍。2008年7月31日にケングリフィー・ジュニアとのトレードでダニー・リチャーと共にシンシナ・ティレッツへ移籍。2009年は5月半ばに左脇腹板で故障者リスト入りしたものの74試合に登板し5勝1敗防御率2.37を記録。ダスティ・ベイカー監督は マセットのクローザー起用は、そんなに簡単な仕事じゃない。抑えを任された途端、思い通りに投げられない投手を何人も見てきたと、慎重である。2013年10月31日に FA となった。2014年1月31日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで、開幕を迎え、8試合に登板。 一生礼敗一セーブ、防御率0.00と高騰し、5月5日に、ロッキーズとメジャー契約を結んだ。オフの10月30日に、FA となった。2015年1月13日に、マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結ぶ。3月31日に自由契約となるが、4月6日に、マイナー契約でマーリンズと再契約し、21日に、昇格したが、 5月17日にディーフとなる。2015年5月19日にアトランタブレイブスとメジャー契約を結ぶ。28試合に登板し2勝2敗、防御率4.68の成績で7月6日にディーフとなり、翌7日に自由契約となる。12月15日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結ぶ。ありがとうございます。